どうもツバイランスです。突然ですが皆さん、オカルト&ケインのデドダム必要派ですか不要派ですか？最近では入っていない構築もあって、多くのデドダム難民の皆さんにおいては、あれこれワンチャン安く組めるんじゃねと思われた方も多いのではないでしょうか。あ、ちなみに今デドダム4枚1万円です。お前らいい加減にしろよ。俺らってもっとみんなに使ってほしいよ。我慢して買ってくださいなんて言いたくないよ。なんでフェアリーライフ感覚で使うカードがこの前買ったスマブラより高いんだよ。そこら中でポケットティッシュ感覚で配り散らかしてほしいよ。五色モルト、オカルト&キン、アナカラダムド、漏れなく全部環境トップだよ。高校生の頃1万円もあれば1ヶ月遊べてたよ。最近のカード明らかに高いよ。汎用カードを限定デッキに入れちゃダメなんだよ。シングルでしか手に入らないと新規がすごく損した気分になるよ。ついに再録したと思ったらこれまたプロモで7万円だよ。引っ越し前の家賃より高いよ。しかも来月も CS ないから上がる一方だよ。ツイッターでこんなツイート見かけたけど、デドダムは3枚見た中から好きに分配できるのも強い要因だと思う。山札の上から順にマナ墓地手札とかだったらもっと使い勝手悪かったんじゃなかろうか。全くもってその通りだよ。 VV8 マナに落ちちゃったテヘペロって笑ってるくらいでちょうどよかったよ。デジタル TCG だったらと国ナーフされてるよ。そして一番の黒幕はデドダムの強さを誰よりも世に広めてる俺だよ。当の本人は先日1枚2400円で4枚追加購入してるよ。価格操作とか言われてるけど余分なカード一切持ってないよ。オカルトも自分で動画出した後に買ってひどい目にあったよ。アルゼンチンベソしかないよ。オカルトのデドダムの話はまた明日するよ。